バークリバーナイフファンの皆様、2023年明けましておめでとうございます。改めましてケビンです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今年もバークリバーナイフの製造予定ラインナップが発表されましたのでご報告いたします。通常は1年分こうドーンと公開するんですけど、今年は4月いっぱいくらいまでに製造が終わりそうなモデルのみをまずは公開しました。というのも、もともと去年2022年の後半に製造予定であったやつですね。でこいつらがまあそのままこう今年2023年にスライドしたっていう、まあそういうイメージですね。このモデルたちっていうのはもうすでにこう鋼材のねカットまで終わっているような状態なので、ほぼ確実にこう製造されると思います。ただこう順番はね前後するっていう可能性はありますけど、まあ大体多分上から順番に行くと思います。この17本のモデルを4月いっぱいくらいまでに製造するっていうようなまあ予定のようですね。で、これ以降の製造予定モデルは後日公開予定。まあ後日っていうのが来月になるのか、4月ぐらいになるのかっていうのはちょっとまだわからないんですけど、まあ公開されたらまたね、アップします。ちなみに2022年は32モデルを1年間で販売しましたので、まあ大体今ここに映ってるもののモデルのまあ倍ぐらいが後半にね、また来るんじゃないかなと思います。はい、じゃあちょっと、この17本の製造予定のものを見ていきたいと思うんですけども、3つ目のウルトラライトフィールドナイフっていうやつですね。これ、おそらく新モデル、初めて製造する、モデルだと思います。全長や刃渡りに関しては、あまりこう小さいナイフっていう感じではないですね。ブラボー1が全長23センチ。で、刃渡りは全く一緒の 10.5 センチなので、大きさとしては、あんまりこうね、すごい小さいナイフっていう感じではないですが、パーツは確かに、このぐらいの大きさのナイフで3ミリっていうのは、バークリバーはあんまり作ってないと思うので、ライト、LT っていう薄いモデルでもだいたい4ミリぐらいはあるので、そういう意味では、まあ、このサイズで3ミリなので、鋼材が少ない分、結構重さ的には軽いので、まあ、ウルトラライトっていう名前にしてるのかもしれないですね。まあ、これが新しい感じですね。あとは、ブラックジャックナイフが数本入ってますけども、ブラックジャック、こいつですね。一応、ブラックジャックナイフというメーカーなのかな。ただ、まあ、完全にね、バークリバー作ってますので、バークリバーナイフの中の、まあ、モデルブラックジャックみたいな、まあ、そんなような、まあ、イメージだと思っていただいて、遜色はないと思います。はい。あと、これ、ブラックジャックのところの、備考欄に、ブルーリッチナイフ限定と、こう書いてあるんですけども、ブルーリッチナイフって多分あんまり皆さんご存知ないと思うんですけど、DLT とか、ナイフシップフリーとかっていう、これもね、ディーラーなんですよ。ただ、小売りはやっていなくて、ホールセール、いわゆる卸売限定ですね。なので、このブラックジャックに関しては、直接、このブルーリッチから買うっていうことは、できません。基本的にはブラックジャックは DLT から販売してるんですけど、今回は DLT ではなく、ブルーリッチにバークリバーから下ろして、そこからさらに、ディーラーというか販売店が買って、そこから売るというような、構図になってるみたいです。バークリバーの、まあ、注意点というかね、一つあるんですけど、結構ですね、鋼材の仕入れ状況によってスケジュールがかなり変わります。もともとね、こう、ラインナップで予定してるものっていうのは、基本的にはこう、上から作っていって、DLT なり、内部シップフリーにこう出して、そこから我々が買えるっていうような状況になるんですけど、バークリバー社としてこれを作ろうと、計画してる、こうね、リストがありますけども、まあ、その中で、例えばなんですけど、去年、フルウェアの入荷が全くできなくて、おそらく1本も販売できてないと思います。確か2021年にプレオーダーを取っていて、で、そこからずっと2022年も丸々1年全くフルウェアでの販売が、されなかったと思います。1年以上製造されないってのは結構異常ですよね。これプレオーダーの注意点でもそうなんですけど、鋼材ももちろん入荷できなかったら作れないんですけど、これ実はね、ハンドル材も場合によっては入荷ができなくて、何ヶ月も、まあ、1年ってことはね、あんまないかもしれないんですけど、何ヶ月も、待つなんていうことが、たまにあります。基本的には DLT と内部シップフリーしか、プレオーダー取ってないと思うんですけど、向こうから、こう、そういう状況なんですって、こう、あんま教えてくれないんですよね。普通、プレオーダーって、一般販売よりも、まあ、1週間ぐらい前に連絡が来て、でそれで買って、送ってくるっていうので、まあ、一般で買うよりも少し早く買えるんですね、プレオーダーの場合は、基本的には。ただ、
一般販売もされて、そこから数週間とか経っても全く連絡が来なくて、で、もう痺れを切らして、こっちからね、BLT とかに連絡をして、で、それでやっと判明するというか、まあ、教えてくれるっていうことがね、たまにあるんですよ。お客さんがオーダーしたハンドル材が、全然在庫がなくて、いつ入ってくるかもわからないので、まだ作れてません。で、納期もいつになるかわかりません。なので、まあ、お待ちいただくか、待てないんだったらもう返金しますよ。多分プレオーダーって25ドルぐらいに最初に払ってると思うんですけど、それももう返金するので、オーダーはね、キャンセルします。っていうような感じになったりもするので、まあ、この辺がね、まあ注意点というか、アメリカってね、こういう国なんですよ。なので、その辺はご注意ください。bladejp.com のバークリバー製造予定モデルのページをブックマークお忘れなく。また DLT トレーディングの購入の仕方やバークリバーのプレオーダーの方法の解説動画もありますので、気になる方はぜひ概要欄をご覧ください。それでは皆さん、今年もよろしくお願い申し上げます。 See you soon! Bye bye!